俺の初恋は本当あれかな、うん、小一の頃の及川ルミ子ちゃん。いやちゃんと覚えてる。多分そのルミ子ちゃんも多分俺のこと好きだったみたいなので、小一の時にあのバレンタインデーでチョコくれたのよ。おーいいね。それでそのお返しで、うん、あのホワイトデーで、うん、なんか飴をね、ホワイトデーのお返しですって渡したら、うん、そのルミ子ちゃんがこう泣き始めて、でえってなって、うん、そんな感動したのかなと思ったら、私転校するんだって、マジでってなって、でうーわって俺もなって、本当にうわーすげえ悲しいなそれで、それでそれがもう正直その卒業、終業式か、うん、終業式の後だったから、うんうん、それがもう最後に会ったルミ子ちゃんと会って、めっちゃドラマチックな、ドラマチックでしょ、マジでそんなのあったの。そっから俺その大人になってから結構フェイスブックとかそのまだ引きずってる、ルミ子ちゃんのやつ大人でももう結婚とかしてるだろうしみたいな。いや小一の時でしょそれは、うん、もうすごいね、よく覚えてるんですよ。でもそれが本当ね、うん、初恋です。それ調べて出てきはしなかったの。あのね、めちゃめちゃ出てくるの及川ルミ子って。あ、そういうことか。結構いっぱいいるから、いろんな人がね。そうなんですよ。じゃあ分かんないんだ。分かんないで、いまだに今どこにある。じゃあもしかしたらでも、ね、見てくれてる。見てねえよ